いや、始まりましたよ。ねえ、父ちゃん。いや、始まりましたね。で、今日なんですけども、ドラゴン TV の、まあ、こうちゃんとドラちゃんがですね、YouTube を始めるということでね、今日第1回目です。イェーイ。おめでとう。それでですね、まあ、簡単に、まあ、ドラゴンフォースというチームは、何ということをちょっと説明したいと思います。何してたのね。まあ、発足が2016年。今が4年前ですね。まあ、ここにドラちゃんが今監督やってるんですけども、まあ、ドラちゃんがちょっとね、僕にこう電話かけてきてね、十数年ぶりに電話かかってきたんですよ。まあ、高校卒業してから。うん、したね。はい。まあ、そこから何かとまあ、出たわけですよ。まあ、そしたら、ちょっと甲子園出てみないっていう、電話だったんですよね。いや、まあ、甲子園、まあ、高校じゃ行けてないしな、まあ、出たいなっていう、まあ、そんな本当にそのぐらいの気持ちでした。で、まあ、出ようってなって。で、そこからまあ、じゃあチーム作るってなってですね、まあ僕が初代キャプテンで、まあ監督ということでね、まあチーム発足しました。まあでも、初年度と2年目とかもうボロボロでね、本当にもうクソ弱い。弱かったね。弱くて本当にね、10対0とかね、そういう本当に、そんな試合も数々あったんですけどもね、まあ3年目、4年目にしましてね、ちょっとまあ勝てるようになりまして、まあそして4年目去年ですね。まあ全国大会、まあ、甲子園プライドジャパンカップという大きな大会でですね、まあ福島県予選を突破しまして、東北地区予選も突破しまして、なんと甲子園に出場させていただきました。ありがとうございます。甲子園どうでした？いや、甲子園はね、テレビだと、まあ、自分は東北高校出身ということで、まあ監督も東北高校出身ということで、まあ、応援席、アルプススタンドにはね、8回ぐらい足を運んでるんですけども。アルプスの常連だね。そうなんですよ。アルプスでちょっと一発芸やったぐらいなんですけども。いや、まあ、自分がね、いざこう、球場に入るってなると、やっぱりこう、もう、入った瞬間、ここで死んでいいなっていう、そのぐらいの気持ちになりましたね、やっぱり。もう夢の聖地、もう本当にふさわしい場所だったなっていうふうに思いますね。結果はどうだったんですか、結果は。結果はですね、1回戦、東海地区のブロンズ様という、もう本当に破壊力満点なチームでね。強豪だね。もうすごかったですよね。すごかった、すごかった。いや、本当に、なんですか、もう体、僕も体でかいですけど、僕ら2倍ぐらいみんな体でかくてですね、なんでそんな簡単に振って、だけ飛ぶのみたいな。もうほとんど1番から9番までフェンス直撃のだけバットだったんですね。軟式ですからね、軟式。そうなんですよ。いや、本当にレベルの高いチームでした。まあ、5対2ということでね、まあ僕ら的にもは、そんな大差なく試合もできたのかなっていうふうに思いますけど、やっぱ一番はまあ楽しんで野球甲子園できたなっていうのが一番の収穫でしたね。どうでしょう、監督、ドラちゃん。いや、そうだね。いや、もうみんなが憧れてた甲子園だから、もう最高でしたよね。いや、もうここだけは初めに、ドラちゃん、守備位置ついて、アウト取って、ダグアウト返した時に、涙流してましたね。言わなくていいでしょ。あの涙ってのはやっぱどういう涙だったんですかね。あれはもう監督として甲子園に出たんでね、それを選手がこう背中を押してくれた。なるほどね。そこでしょ、やっぱり背中を押して監督を出してくれたっていうのと、はいはい、まあ、ね、やっと立てたなっていう。まあ、全員出ましたもんね、メンバー。もう全員出たんでね。全員出たんで、ね。まあ、バスケ部もいますからね。そう、バスケ部いますし、サッカー部いますし、高校に関しては野球やってないっていう人もチームの中にいるんで、それは全員出たっていう。それは一番素晴らしかったんじゃないかなと思いますね。すごいね。では軽く、まあ私の自己紹介からしていきたいんですけども。出身は宮城県の東松島という、まあ田舎ですよね。まあそこで生まれまして、まあ小学校4年生から、軟式の大曲ドリームズというチームに入団しました。まあ小4からですね、すぐまあピッチャーをやってですね、試合に投げるようになりまして、まあちょっと軟式界はちょっと抑えすぎたなって自分の中で自負してまして、ちょっとリトルリーグに行こうということでですね、ちょっとリトルリーグに浮気してしまったんですよね。まあ今でもその同級生に、お前逃げたよなとか、お前リトルリーグ行ってみたいな、お前入れたらもっと勝ったのにみたいな、まあそんな賛辞がね、もう賛辞というかも賛否言うものですけどね。でまあ今でも伸びる席ではね、ちょっと出るんですけど、まあそれからリトルリーグに行きまして公式と出会いまして、まあそのまま、石巻中央シニアというね、まあシニアリーグに、まあ入団したわけですよ。まあそのシニアリーグではですね、もうメンバーがもうごっついメンバーばっかでね、地元の即興の仙台育英に一気に4人行くとかね、まあそういったね、チームですね、まあ切磋琢磨しながら、まあ、全国大会に出場しました。
で、そこからシニアリーグ、島口よしにを卒業してから、まあ、僕はね、本当に東高校に憧れがありまして、もう東高校に何が何でも入りたいっていうことで、もう特待生で入りたいって、もう、本当にもうシニアリーグの時代からも頑張りましたね、練習。で、まあ、まあ、その下手くそなりにもちょっとお声ありまして、まあ、東高校に入団させていただきました。まあ、監督もね、東高校でね、軟式のね、柏中学校からね、入団しましたよね。まあまあ、東高校のあるあるとかね、その、厳しい世界、まあまあまあ、後日こう、どんどんアップしていきますけど、まあまあ、すごい世界でした。すごかったよね。すごい世界でしたもんね。厳しいよね。もう朝起きたくないですね。まあ、後日ね、どんどんとこう、アップしていきたいなと思います。はい。で、あとね、まあこの、ドラゴン TV を始める機会になりましたのが、まあ、我々、幼少の頃から、ですね。あと今までですね。まだ野球をやっています。まあ、やらせていただいてるっていう、まあ、形になると思いますけども。まあ、ちょっと、ここまでずっと野球をしてきた中で、ちょっと我々も30過ぎになる、いいおっさんになりました。まあ、その中でですね、こう、ちょっと野球界に、まあ、魅力ながらですけど、ちょっとどんどん私たちがこう、教えてもらったような技術とかですね、そういうのをちょっと還元していきたいなっていう、ほんと下手くそなんですけどね、僕たちね。で、いやもう下手でしょ。そうですね。下手なんですけども、まあその野球の楽しさとか、素晴らしさっていうのを未来の球児たちにですね、教えていきたいなっていうふうに思ってます。で、それ何か、どうやったらいいのかなって言ったら、やっぱりこう、今の世の中はやっぱりネット社会で、SNS 社会、まあソーシャルネットワークも飛び交うわけですよ。まあ、その中で YouTube が一番ね、いいんじゃないのかなっていうふうに考えて、この YouTube を使ってですね、ちょっとやっていきたいなって。まあ YouTuber もね、もう、世代のもう時代のアイコン的な存在ですから、まあそれをね、うまく使って教えていきたいなと。まあ、どちらもですね、まあ8年前に多大なる被害が受けました。東日本大震災。そうですよね。そこの被災県民というところで、まあ一緒の立場なわけですよ。まあ、僕たち以外にも本当こう、なんていうんですかね、悔しい思い、悲しい思い。まあ、そういう人たちも、まあ、本当に数多くいると思います。まあ、その中でですね、やっぱ我々は、やっぱり、被災県民としてですね、やっぱり、その震災復興というところをね、大きくくくっていってですね、こう、まあ、そこの、ね、小さい子たちにですね、野球の素晴らしさ、楽しさっていうのをどんどんこう発信していけたらなと思って、まあ、本当に微力なんですけども、いろいろこう、野球教室やきたらいいなとかですね。まあそういう、まあドラゴンホース絡みのですね、なんかこういう教室とかをね、ちょっとやっていきたいなということが思っています。あっぱれさんともやりますね。あ、そうなんですよ。そこちょっといやらしいですよね、ドラちゃん。ちょっと、4月7日にですね、大宮憲法でですね、特産 TV 32万人の登録者数を持ってる、本当にでかい、今やもう、軟式野球界ナンバーワンですよね。そのあっぱれさんと試合をすることになりました。まあ、この試合をする経緯に至りましては、まあね、ただの練習試合とかではないんですけども、まあ去年行われた CBS 東北復興交流大会っていうのをですね、東北地区でちょっと我々優勝しまして、その東北代表チームとですね、関東ナンバーワンチームが戦うという交流戦になってるんですけども、まあ、我々にとっては、ただの交流戦ではないですよね。いや、まあ、そうだね。ドキドキだね。まあ、アパレさんはね、ちょっとね、ホームページも練習試合という括りになってましたけども、まあ、ほんと胸を借りるつもりですね。そうだね。徳さん、そしてアパレのチームの方々、よろしくお願いいたします。します。そんなとこですかね。そんなとこですかね。うん、またも随時ね、こう、発信していきますんで、あとはですね、コメント欄にありますんで、そこにこう、こういうことをやってほしいと、こう、パパパパッと打っていただいたりとかね。まあ、ここに潜入してくださいよとかね。まあ、プライベートでは、この人はどういう人なんですかみたいなのもね、やっていただければ密着しますんで、よろしくお願いいたします。まあ、どのぐらい続くかわかんないですけどもね、ゆるーくこう、やっていきますんでね。まあ、楽しく、まあ、野球の素晴らしさを伝えていけたらなと思います。で、最後にですね、ドラゴン TV、ここに、ありますんで、
いや、ないでしょ。ないか、ないか。作れる技術ありませんか。ない、ない、ないか。そうか。あの、もしよろしければね、登録チャンネル。登録チャンネル？チャンネル登録。慣れてませんね。チャンネル登録ですね。していただければな、幸いかなと思っていますんで。どうぞ、よろしくお願いいたします。あれは、この間のフレーズないの？え？この間の、い？なんだっけ？いや、あれでしょ。なんだっけ？今日はそこまでって。ああ。球児たちへってやつでしょ。ああ、そうだね。だっけ、球児たちの未来へ。いい、そうだ。いい、ドラゴン。やるか。うん。じゃあ最後にね。はい、チャンネル登録に一回お願いして。でね、皆様にはね、まあ、ご縁がありましたら、チャンネル登録していただいてですね、まあ、我々のアップした映像を見ていただけたらなと思っております。本日はどうもありがとうございました。球児たちの未来へ、イーソーマ！いいドラゴン。もう一回、チャンネル登録からやって、はい。マジか。うん、マジか。帽子一緒にかぶんないで、ちょっと、つなげらんない。うん、はい。でですね、もし、皆さんとご縁がありましたらですね、ちょっとくだらなくてね、面白くないようなね、チャンネルになるんですけどもね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。球児たちの未来へ、イントラゴン。